今回参加してみてまだ知名度がないもので、これからいろいろ八幡平さんとかにご指導されながらもいろいろ盛り上げていきたいなと思います。西和川を通して西和川を盛り上げて地域の子どもたちを守り、明るい未来を作っていきたいと思います。